のテーピング舞台でも辞退するのか。恩師の言葉は足の痛み以上に激しく胸に突き刺さり痛んだ。敗者復活戦を勝ち抜いた谷は七回生の3位入賞。16歳にして金メダルを望む者に課せられた宿命を悟った。ついに彼女は己を追い込むことで不安を払拭し自信に変えてきた。ただ一度だけ胸にしまい込んだ気持ちが涙となって溢れ出したことがある。谷が柔道を始めたのは小学校2年の時。当時から小柄だった彼女、大きな男の子を投げ飛ばすのが楽しかった。自分の倍ほどある相手にも臆することなく正面からぶつかっていった。どんな大会出たいですか？オリンピックに出たいです。よくやったという周囲の声をよそに悔しくて朝まで眠れなかった。20歳万全を期して挑んだ2度目のオリンピック、またしてもあと一歩のところで夢に届かなかった。25歳最高で金、最低でも金と自らにプレッシャーをかけて挑んだ3度目。なお痛めた左足にはテーピングが厳重に巻かれたままだ。だが幾多の試練を乗り越え、その度に大きく成長してきた彼女には心を曇らす迷いは一点もなく、平常心を脅かされることもないはずだ。怪我をしたことによっていろんなコーチにお話を伺ったところ、昨日、もうこれまでにない集中力で、今は他にも早く試合がしたいという気持ちだというふうにおっしゃってたんですけど、集中力っていうのが怪我をしている時もやっぱり大切なんですね。右で